ブレークスルーイニシアチブは地球外生命探索を活性化させるための総合プロジェクト。複数のプロジェクトが進行している。2015年7月、ユーリー・ミルナーの資金提供により、王立協会から発表されたプロジェクトである。発表は、ユーリー・ミルナーの他に、フランク・ドレイク、アンドルーヤン、スティーブン・ホーキング、ジェフリー・マーシー、マーティン・リース、ピート・ウォーデンが参加した。 ブレイクスルーリッスお及びブレイクスルーメッセージは、その際、同時に発表されたプロジェクトである。その後もいくつかのプロジェクトが開始されたり、イベントが開催されている。ブレイクスルーイニシアチブは、地球外生命探索を活性化させるためのプロジェクトであり、より具体的な目的を持った複数のプロジェクトが、ブレイクスルーイニシアチブの下で開始されている。 ブレイクスルーリッスンで使用されたグリーンバンク望遠鏡ブレイクスルーリッスンは地球外の通信を観測することを目的としたプロジェクトであり電波望遠鏡や光学望遠鏡から得られたデータを保管よび解析を行うこととなっているまた得られたデータは一般に公開されるこのプロジェクトは10年程度続けられる予定となっているもし地球外の文明が発見された場合 その文明に対してどういうメッセージを送るのかといった議論や研究を促す。また最高のメッセージに対して100万ドルの賞金が用意された。このメッセージ作成のコンテストは誰でも参加することができる。なお、このプロジェクトは地球外文明に対してメッセージを送ることへの危険性や倫理的、哲学的問題及び見返りなどの議論を促すためのものでもあり。 十分な議論が行われた後でなければこのメッセージが地球外文明に対して送られることはない。超軽量の太陽棒を取り付けた小型宇宙探査機にレーザーを照射し高速の20%まで加速させてケンタウルスザアルファ星へ20年かけて到達させるプロジェクト。また搭載されたカメラでプロキシマケンタウリビーを撮影し地球へ画像データ送信する。 その実現のための研究を促す目的で1億ドルが用意された。地球と同じような惑星を見つけるためのプロジェクト。地球から20光年以内にある地球規模の岩石惑星を識別し、酸素や有機物を観測することを目的としている。土星の衛星であるエンケラドゥスにおける生命の可能性を探るための宇宙探査ミッション。2018年9月に NASA との初期研究支援の 協定が結ばれた。ありがとうございます。